はい、クレスタに到着しました。じゃあ行きましょう。そっから続きですね。うわぁ、これはもう、モンスターと共倒れになってんじゃん。孤児院はどうなってるの。あ、確かにそれだよな、孤児院。はい、子供たち大丈夫だよね。まさかの子供たちまでやられちゃってるのにシャレになんねえかんな。こっちだっけ確か。なんとなくもう、あの記憶のあの片隅に残ってるはずなんで、こっちだと思います。やっぱそうだ。あ、助けて。あー、子供たちが。止めよう。ちょっと私の家族に手出せてないわよ。おお、やっつけよ。初めて見るこの敵、強そう。ブエル、天井軍の最新生態兵器、強力なレーザー、貫通レーザー、ターゲットを逃がさない誘導レーザー。兵器なんだな、トドのつまり。あー、わかりました。よいしょ。何に弱いか見てこう。特に書かれてなさそうな。まあ、機械だからないのかな、あんま得意。ちょっと意外と防御力高くねえかこいつ。いやー、この野郎ガードしやがってよ。戦ってこいや、直接よ。悪いやこれ。あー、でもピオリーはすごい。いや、レックーザン、レックーザン、チフルーツ、あー、チーズケーキ悪くはないが。いやー、くっそ、当たんねえな意外と。よいしょ、あ、入って。いやー、やめろ、チェルシーをいじめるな。ポイズン、毒食らってんじゃん、大丈夫か。でも確かになんかよく見たら虫っぽいしな。あ、でもよかった、回復があるから。はい、困った時はこれでね。よーし、ただピオリばっかりはどうにもなんねんだよなこれ。痛い痛い痛い、勝てー、頑張れー、効率のいい。あ、でもいいよいいよ、こうやってだから連撃を食らわせれば多分もう、よし、やつけた。オッケー、なんとかなったな。なんとかなりました、なんとか、本当になんとかだよ。うん、大丈夫、子供たち大丈夫だったみんな。うん、いやいやいや、でもシスターがやられたとか言うなよ。あ、よかった、怖かった、怖かったか、そうか。約束破り、泣くなって、ルーティー姉ちゃんが心配するから絶対泣かないって約束したの。うわー、もう子供には酷だなこんな状況。いやー、頑張ってたんだな子供たちも。本当に悪かったわね、怖い思いさせて。うん、でももう平気、私がいる限りあんたたちには指一本触れさせない。ルーティー、ルーティー姉ちゃんどうしたの。いやー、もう何が、なんだかすごく悲しそうな顔してる。そりゃそうだよ、立て続けにね、弟とあと、父親まで失ってるんだから。ねえ、何があったの、誰が姉ちゃんを悲しませたの。やめて、誰かにいじめられたの、痛いことされてない。うわー、もう、うん、私がついてるよ。うわ、だから元気を出して。いい子たちだな。うん、ごめん、ごめんね、みんな。うん、ルーティー姉ちゃん。いやー、リオンって人とヒューゴって人のせいで世界はこんなになっちゃったの。いいの、ルーティー、そんなこと言って。でもその二人がいたから、お姉ちゃんはここへ来られたのよ。なんとも複雑な。私たちが助かったのはその人たちのおかげでもあるんだね。そうだね。はあ、ずるいぞ、俺が今言おうと思ったのに。うん、だったら俺を言わなくちゃ。二人ともどうもありがとう。うわー、ルーティー、ありがとう。どういう気持ちになるんだろうこれの。ありがとう。もう泣いちゃうでしょこんなこと言ったら。そうだね、そうだね。うん、今の言葉を聞いて二人とも喜んでると思うよ。いや、子供たちには知らせない方がいいよ、それが身内だっていうのはね。伝令です。お、なんだ、ダリルシェイドに多数のモンスターが。今度はダリルシェイドかい。守備隊が交戦中なるも劣勢とのこと。おう、ミクトラめ、しつこい。お願いします、どうか救援を。仕方ない、ダリルシェイドに戻ろう。うん、あの町を落とされるわけにはいかないですな。でもクレスタをこのままにしておくわけには。はあ、
ファンダリア国境に展開していた部隊をこちらに向かわせています。ほう、直に到着すると思いますが。大丈夫かな。じゃあその部隊が来るまで私が残って持ちこたえるわ。大丈夫よ。そんなみんなは悪いけど先に行っててくれる。ああ、大丈夫だよルーティー姉ちゃん。え、うん、ここはいいからダリルシェイドに戻って。子供たち、今のルーティー姉ちゃんは私たちだけの姉ちゃんじゃないから。うわ、立派な子に育ってるな。私たちを助けてくれたみたいに、うん、ダリルシェイドの人たちも助けてあげて。立派、うん、それができるの。もうあの脱帽完服だね。あんたたち、ああ、本当にいい子たちだね。ありがとう、うん、今の言葉でお姉ちゃんすっごく元気出た。いや、わかるよ。ルーティー姉ちゃん頑張れ。うわ、頑張れ。いい子たちだな、本当に。うん、私に無限の力をくれる天使ね。いやね、ほんとプレイヤーにもね、こう元気を分け与えてくれるよ、この子たちは。というわけだから、やっぱり私も一緒に行く。よかった。個人的に助かる。町は我々が何としても死守します。絶対に頼むぞ。わかりました、よろしくお願いします。絶対にも、本当に期待してるからな、子供たち。俺も泣かないよう、お姉ちゃんなんて頑張ってるんだ。涙ぐましいな、おい。そっか、じゃあ悪いけど行かしてもらおうぜ。いやー、なんという立派に育ってるな。きっとこれ教育しているシスターか、あれはルーティーのおかげでもあるのかな。すごいいい人なんだろうな。なんかそういうのがわかるよ。もうダメだよ、こんな涙ぐましいのガンガン見せちゃう。最近涙腺が弱くなっちゃってね。じゃあ、とりあえずダリルシェイドへ戻りたいと思います。カット。はい、ダリルシェイドに戻ってまいりました。ただいま。とりあえずどうなるか。おお、ひどいありさまですね。ああ、あそこにモンスターがいるぞ。倒れて生きてる、まだ生きてる。うん、もう壊れてるやつもいるけど、おお、ちゃんと守ってる。おい、これデュエリストソーサリー。はあ、とりあえずちなみに今回もまたいろいろパーティーをちょっと変えました。コングマン、まあ確かに稼ぎ貸し戦う、こう攻撃力すごいんですけど、ジョニーにね、ちょっと変えてみました。うん、魂を響かせてもらいます、彼に。よいしょ、くわっ。これよく見たらこれあれだな、なんか盾と剣を持ってるんだな、剣というか。なんかしやっぱこれも機械なのかね、おそらく。まあやっつけちゃえ。おい、よしよし、頑張れ。こうやって挟み撃ちにしてしまえばいいはず、きっと。いやー、先行レッパー、違う、いいんだ、先行レッパーか。その代わり至近距離攻撃するやつがいなくなったから、ちょっとそれはどうしようかなって迷ってます今。代わりにこれチェルシーと誰かを入れ替えるかなっていうのを今考えてますね。まあちょっと現状はちょっとまだなんともって感じで。よっしゃ、オッケー、つけた。はい、レベルアップフィリア。いつまでこんなことが続くんだ。まあ確かにな。また来ました、新手のモンスターです。冗談じゃねえよ。こんな立て続けにですか。うん、くそ、やられてたまるか。おお、どこへ向かえてたっけ。とりあえずこっち。あー、いるな。おーい、マジか。は、せや、あ、ここじゃないのか。反応がない。やべえ、マジか。屍ちゃんかよ。シャレになんねー。あー、ここは行き止まり。どこに行けてたやっけ。俺そこ聞き損ねちゃったんだけど。反応がないって気絶してるっていう設定やってほしいな、できれば。他の援護っつってもどこだろうね。ここじゃないんでしょ、だってここだってもうねえ、戦えないし。ああー、見つけた、こっちだ、ここか。うい。ようやなんか入り口が見えなかった、どうもその道への。あ、いやー、これ多分イヤホンで聞いてる人は左右でこうわちゃわちゃすごいことになってんだろうね、声が。ああ、まあそれがある意味でこうなんか RPG のなんか醍醐味でもあるのかもしれないですけど、こういうわちゃわちゃ感すごい術だよねこれ。なんか上からこう
なんか氷柱っていうか、あの氷の柱がつららだね、いわゆるでっかいつららが落ちてくるっていうのは。ファイヤーボール、よし、やっつけた。はい、いただきましたよ。グレープグミ結構おいしいんだよな。もうダメだ、さすがの俺様も体力の限界だぜ。まあな、いい加減。くじけるな、コングマンらしくないぞ。おう、そうは言ってもこっちは生身だぜ、限界ってもんがあるだろう。おう、あ、お前それでもチャンピオンかよ、コングマン。なんだどこの野郎。待て待て待て、おっと、そこまでだスタン。ん、ジョニーさん、今こんな状況にあるのはおそらくセインガルドだけじゃない。まあな、世界中の城や町が同じようにモンスターの攻撃を受けているだろう。確かに、ルーティーだけじゃない、みんな自分の家族や故郷が心配なんだ。スタンだってそうだろう。それでもここで戦っている、これ以上は言わなくてもわかるな。ああ、ごめんコングマン、俺ちょっと苛立ってた。ああ、いいって、考えてみりゃおめえもフィッツガルドの人間だしな。そうなんですよね。そういえばリーネの村のことはあまり考えてなかったな。嘘でしょ。おいおい、なんで。忘れてたわけじゃないけど、心配なのも大事なのも当然だけど。ああ、なんだろう、もっとこう。何、まあそれはいいか。いいの。今はどうやって上へ行くかを考えないといけないもんな。確かに、ミクトランを倒して神の目を取り戻さないと。なんとしてもね。ディムノス、なんか思う節があんの、それに関して。ひとまず一段落したようです。ああ、皆さんありがとうございました。いえいえ、よかったです。疲れちゃいました。まあ疲れるよな普通。この辺で少し休憩しませんか。だね、賛成だ。休めるときに休んでおかないとな。いつ襲撃が来るかわかんないもんね。私から陛下にご報告しておきます。あざっす。では私たちは宿屋へ向かうとするか。はい、宿屋へ向かう。宿屋ってそこにあ、どっかにあったよね。どこだ。ああ、あるじゃんあるじゃん、ここだ、ここ。うい、これで寝りゃいいのかな。これ入るってわけじゃないもんな多分。じゃあちょっと宿屋で一泊してみましょうかね、とりあえず。はい、お疲れでしょう。お、上へ行く方法か、どうすればいいんだろうな。うん、なんかどうした、ティムロス、何かいい案ないか。いや、思い当たる何か。どうしたんだよディムロス。ああ、お前地上に戻ってきてから様子が変じゃないか。なんかあったの。ほとんど喋らなくなったし。ああ、そんなことはない。でもちょっと上の空って感じあるよね。だったら一緒に考えてくれよ、これからどうすればいいのかをさ。ああ、そういうことだな。スタン、ディムロス、お前たちは本当によくやった。だがもう無理だ。はあ、何つまらない冗談言ってるんだよ、リムロスには似合わないぞ。確かに、冗談などではない、これは軍人としての冷静な判断だ。うわ、運動も言っていた通り、そもそも我らに上へ上がる手段はない。上がったところでっていうのもあるかもしれないけど。そんなの、もしかしたらうまいやり方があるかもしれない。はあ、仮に上がれたとしてもだ、我らではミクトランに勝てない。奴の実力はもう見ただろ。一撃だったもんな。次は勝てるかもしれない、やってみなくちゃわからないだろう。まあ、わかるのだ、我らではどうしても奴にかなわない。ディムロース、理由もはっきりしている。何、どういうことだ。勝てない理由、みんなわかってんのか。イクティヌスもアトワイトもクレメンテも。お前たち、俺たちに何か隠し事してないか。ああ、そんなこと言ってくれ、あるんだったら。エセソーディアンマスター、あ、そういえば俺もちょ、あ、その言葉もしかして。ミクトランが私たちに投げつけた言葉ですわ。ああ、どういう意味かずっと考えていたんです。この中に答えが示されているのでは。マジで。どうなんだソーディアンの諸君、どうなの本当は。ソーディアンが最大パワーを発揮するのに必要な条件がある。ああ、6本揃うことですか。いや、それも重要ではあるが、条件というわけではない。ほう、その条件とはソーディアンとマスターの人格が同一であることだ。ほう、え、使
使い手の精神と完全同調することでソーディアンは真の能力を発揮する。それが我らの本質なのだ。じゃあ俺たちは同化しないってこと？その精神が。あれほど強かったのはそれも理由の一つだ。マジか。ベルセリオスのコアクリスタルはミクトラに上書きされたからの。そんな。私たちが別の人間である以上、そうか、そういうこと、そういうことか。及ばないと。なるほど。だからミクトランは私たちを偽物呼ばわりしたのか。はあ。おそらくディムロスもそれが分かってて今まで俺に黙ってたってのか。いや言えないよ。その通りだ。ああ。ふざけんなよ。うわあ。なんだよそれ。今さらそんなこと言うなよ。いやあんなこと言われてもって感じなんだよな。我とて最善は尽くしたつもりだ。ああ。お前の成長ぶりは目覚ましかった。これならなんとかなると思った。だが相手がミクトランでは、それも限界なのだ。うわあ。だから諦めろって言うのか。残酷すぎるでしょ。そんなことさせるかよ。ああ。ここまで連れてきておいて、無責任なこと言うな。なんとかするんだよ。俺たちの手で、なんとか。なんとか。無理なものは無理なのだ。うわぁ。ティムロス、お前に何か策があるのか。根性だけではどうにもならんのだぞ。今回ばかりはな。すまん、言い過ぎたな。ディムロスも正直こう自分なんか自問自答してるとこあるんじゃない？そういうところ、ほんと不甲斐ない気持ちになってると思うけど。聞こえるかミクトラン。それヒューゴにもやってたな。お前はそこから地上を見下ろし、さぞいい気分だろうな。だがそれも今のうちだけだ。俺たちは決して諦めない。おお。何年かかろうと、どれだけ苦労しようと、必ずそこまで行ってやる。待ってろと。地面に根を張る植物のように、しっかりと生きている地上の人間の強さ、必ず思い知らせてやる。覚えとけ。うわぁ。スト、ごめんディムロス。うん。俺頭あまり良くないせいか聞き分けも悪いんだ。逆に言えばそれもスタンのいいとこだな。だからどれだけ無理だって言われても納得できない。うん。呆れるだろう。うん。いや。いやーもういいねこの性格って。私たちも同じ気持ちですわ。うん。そうだとも。ここに来て今さらね。うん、やめても。今更言うまでもねえ。そうそうそう。一緒ですよ。ま、そういうことだ。うん。みんな、そうか。わかったぞ。リーネのことはあまり考えなかった理由。何？俺にとっては、リーネもそれ以外も全部ひっくるめて大切だからだ。うわぁ。俺、やっぱり守りたいよ。この世界を守りたい。なるほど。大切な人たちがいるこの世界を守りたい。そう、純粋ゆえに。うん。お前の本当の気持ちを聞かせてくれ。そう、あくまで軍人としての意見じゃなくてね。軍人としての判断じゃなくて。あ、同じこと言った。お前自身がどう思っているかだ。そうだ。それはどうなんだディムロス。お前は剣の形をしてるけど中身は俺たちと同じ人間だろ。うん。そんなお前はこの状況をどうしたいんだ。言うまでもないだろう。何とかしたいに決まっている。だよな。千年前苦労して取り戻した大地をみすみす奪われてなるものか。うーん。だったらディムロス、だったら一緒に考えよう。やれることは全部やってやろう。うん。俺が頼りにならないんだったらもっと鍛えてくれよ。遠慮するな。そう。うわぁ。元のマスターだったお前自身に近づきたい。うん。お前と本当の意味で協力し合い、この世界を守る方法を見つけたいんだ。一緒にやっていこう、ディムロス。俺たち。もうね。パートナーだろ？バック、なんか BGM が最高。名曲だね、これ。ディーンだっけ歌ってんの。お前というやつは。なんかあって、なんかだよね。うわぁ、もう。レイノルズさんが意識を取り戻しました。ほう、よかった。研究室までお越しください。うん。お伝えしたいことがあるそうです。ほう。上の様子がわかるかもしれない。行ってみよう。ですね。え、そうですね。行きましょう。
レイノルズの研究所へ。じゃあ次回はそこから行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね。おいこれ、あー待て、おーおーい、待て、なんだなんだ、あどうしたどうした、待てこの、あー面白い。